天皇陛下が生前退位の意向をにじませたことを受けて設置した有識者会議の初会合が先ほど総理官邸で始まりました。政治部柊木記者の中継です。はい、初会合に出席している安倍総理大臣は冒頭、陛下が82歳とご高齢であることを踏まえ、公務の負担軽減でどのようなことができるのか、専門的知見を有する方の意見を伺いながら静かに議論したいと話しました。会合では有識者6人のメンバーから経団連の今井名誉会長を座長に選出する方向です。今後は月2回程度のペースで皇室問題や憲法に詳しい専門家など15人前後から意見を聞きます。生前退位に限らず幅広く天皇の公務の負担を軽減する方法について提言をまとめます。こんばんは。天皇は8月に表明されたお気持ちの中で2年後には平成30年を迎えますと話しています。政府はこの2年後を一つの目処として来年中の法整備も念頭に議論を進めたい考えです。